はいと、2021年6月27日ドラクエウォーク、昨日のリベンジやりませんけど、スペシャルメガモンシード、いろいろあれからやり直しまして、こちょこちょ構成変えまして、左の風に変えましたというのが、まずはレンジャー採用しまして、オートザウラルじゃないですけど、エデン入れました。でそれから一番いろいろやってみて、バイシとか守りの盾とか、その他ものも含めて効果的だったのがルカニでした。MP 節約という意味も込めて、それでレンジャー魔王の使い採用しまして、ルカニ入れます。賢者もルカニ入れます。その作戦、それで MP 切れます。バトマスだけできつかったということで、魔法戦士採用してフォースブレイクでここら辺で MP の節約ないですけど試していこうと、それから火力関しても、まあ、これでサポートしていこうということで、とりあえずやっていきましょうということで、まず戦闘のレンジャーも絶対ルカですね。これが本当に一番有効だったんですね。で賢者と2人で入れていって、入らんくても次のターンも入れていくってことですね。賢者は1ターン目に入らんかったらもう次から入れれんすからね、回復に回っちゃうと。で、スケットに関しては、まあ、外れてもいいですよ。本当は入ってほしいですけど。で、バトマスに関しては、守りの盾かけます。で、捨て身。まあ、王道じゃないですけど。で、スケットに関しては、ローレシアを結局採用しました。火力面っていうのと、サマルトリアがね、体力面じゃない。回復の素早さの調整、賢者しにくかったんですよ。それで魔法戦士は、バイシとかじゃなくて、もうそのまま素直にフォースブレイク狙ってきます。ここでサポートしていこうということで、打っていって。で、賢者は、ここでルカに入れてきますね。レンジャーが入ればそれは守りの盾入れたいとかってありますけど、なかなか最初からいけるってことはないんで、ボンガーとシドを使っていくと素早さ調整がやりにくいんですよ。すごいなんか僅差になって、だったらもう捨てた方がいいかなということで、これルカに入れていきますと。入ってほしいですね。ありがとうございます。これが本当肝、これが入るか入らんかですごい火力面も当たり前ですけど、試合が長いもんでね、あえて試合って言いますけど、MP 効率もすごいでかいで、ここら辺やっていましたけど、バトマス2人だとちょっとね、ほんと運の要素がある。まあヒッタリした時ちょっとね、 MP が結構持たん時あったんで、それでレンジャーはもうそのまま攻撃してきまして、割とレンジャーのね、心構成がやりやすかったんですよね、エデン入れてもね。あとはこれデインで染めたいというか、私の手持ちの武器がこれで、ここは捨て身をかけてきまして、あとは行きましょうということで、ドン。でバトマスに関しても体力面盛りたいからアークデーモン採用した。レンジャーに関してもやっぱ体力面もある程度意識した。魔王の使いも当然ありますけど、結構ミスが多いから魔法の方がやりやすいんかなと思ったんですよね。で、あともう一個、私ヨナズンが3つあるから、魔法戦士とか賢者に持たせて3人ヨナズンとかっても考えたんですけど、火力が稼げんというか、あ、ここでもう一回だな、そうだな、ルカに入れたいな。だからあれなんだろうね、攻撃、防御源かあれがあったんだろうね。これ狙っていきたいね。ほっとこれがでかい、やっぱりルカニが。うん、これもう一回いきましょう。これで OK。でかいんですよ。マジででかいんですよ。これやるとやらんだけで。オートでもいけんことないけど、すごい運要素が絡む。ルカニが入った方がほんとすごい安定した。もちろん一人落ちたりってやられる瞬間ありますよ。そのために一応体力一番多くしたレンジャー先頭に入れて、オートザウラルじゃないですけど、作戦バッチリに変えて、で落ちたら蘇生させてもらおうと。ただこれでもレンジャーたまに先手取られる時あるんですけどね。バトマスが40低いぐらい取る時ありますけど、まあそこら辺はというところで、まあ、できるだけなるべく途中簡略化じゃないけどね。オートでもいけんことないですよ。なんかもらえないね、負け惜しみみたいとで。ただこうやってやった方がすごい私は安定性が高かった。ルカリなんですよ、本当ルカリなんですよ。フォースブレイクが入るとか入らんとかじゃないですよ、ルカリなんですよ。これ完全に賢者一人で撃っていっちゃうとね、回復ソースのサマリドリア弾いちゃってるから、賢者だけはどうしても動かしていかなきゃいけないことを考えると、どっか一人ルカリンが欲しい。でも火力は落としたくない。っていうとやっぱレンジャーかなーって。影縛りのラッキーパンチもありますしね。体力面の心構成がやっぱりやりやすいしね。で、体力面っていや魔法戦士も意外にデイン組んでみてもね、火力は当然落ちますよ。同じルビス持たせても当たり前だけど、バスマスより落ちますけど、やりやすいで、ね、体力も盛りやすいしね。でここでロトの子孫が意外にあれなんだね。そう攻守じゃないけど、体力面とか考えると悪くないかなーって。火力だけ目をつぶればね、うん、ランプが適正枠に入れれんっていうとこありますけど、マーマンが意外に輝いとるし、悪くなかったと思う。魔法戦士は素直に組んでみて、 MP とか体力面に関しては本当文句ないですね。火力ソースが稼げんっていうところを、まあフォースブレイクでバトマスにサポートしていけたらいいなってことですよね。まあ、一番はあれだろうね。ルカにもありますけど、ケンちゃんのあれだろうね。指導の心が入ったっていうのもありますよね。これでもう完全火力ゴリ押し構成じゃないけど、これにして
700届くかぐらい。一応スクショの何配置の関係で賢者のここ、あ、これもラッキー拾った。ここなんすよね。これが。で、ここら辺からバフが切れてくると火力不足っていうところがなるから、このルカリの切れるところ、ここら辺まででダメージを稼いできたんですよ。貯金が欲しいっていうところ。ルカリが入っとるから結構こうやっていくんですよ。今のフォースブレイクでラッキーパンチ拾っとる。うん、すごい運がいいとこ拾ってますもん。で、これでもう本当に助っ人がいなくなって、完全にそのスマミチ応援団もいない。自分たちだけで本当あれだもんね。これは蘇生させたいで、そう。なんですよ。一瞬で今止めたくなったけど、これもでかいんですよね。全員綺麗に落ちずにいけるっていうのは運要素があるから難しい。いける時もありますけど、結構あれから本当 SP 何千回やったんですよ。同じとこでも何遍か入り直して試して試して、どんな感じでフォースブレイク入れたり入れんかったり、守りの盾したり進化あったり、ビクシなんかもやったりしましたから、いろいろ思いついたことこちょこちょやってみたかね。心構成にも変えてみて、火力構成にしたり体力寄りにしたり、職業とかでもそうですね。いろんな職業じゃないけどね、海賊とかじゃないけど、レンジャー染めとかバトマス外したりとか、まあ、補正の数増やしたりとか。ミスがほっとこれあれだね。これもうほんと税金みたいだから、だからあれだよね、ピックアップでイオマートあんな風に出してきたんだろうね。一番いいと思う、魔法でいくのが。ただ体力面が漏れんもんであれだよね。そこがあれなんですよね。イオナスンで染めていくっていうところに躊躇した。イオマータみたいに単体効果力でね、ガチコーンって出していければ、あれを一切入れて体力面がね少なくなる、心構成、魔法職か、賢者とか魔法戦士に関してでもいけると思ったんですけど、さすがにナズン3人は体力面がね、700半ばこの構成でも、実際にほらほらこれでもラッキーパンチですもん、完全に散ってますもん。あれ一人落ちてもいい計算なんですよ本当。レンジャーが落ちるのがだから一番辛い。そういう意味で一応心構成なるべく体力寄りにしたんですよ。まあ言うならオルゴ、そうだね、火力落ちるけどメカバーンに帰っても悪くはないかなって。エデンと魔王の使い外せんで、デイン入れてる以上走行書あるからランプも外せんっていうとこなんですよね。まあ私的に割となんか煮詰めてたことで、まあこれが別にあれですよね、最終形態とは言わんけど、現時点ではまあある程度火力面 MP 面そこら辺のところ込めて近づいたかなとこですね。火力落としたからって意外にこれ何回復増やしたからでそんな安牌でいけるわけじゃないですよ。そうすると火力落ちるのも時間かかっちゃってジリジリジリになっちゃうし、 MP が枯れていっちゃう。そういう意味で考えると、実はライジンとかクリスタルクローとかが MP 効率という面でやりやすいですね。ルビスははっきり言ったの枯れる、 MP が本当に、まあ、早く倒さんと。多分これバトマス2人の方がきついんですよ実は、魔法戦士変えとる方が。ということで戦闘からなんですけど、これはもうイオにしとったんですけど、単純に魔法戦士採用するなら同じデインで染めた方がいい。手持ちの武器がイオより私はデインの方が良かったんで、イオがないんですよね。クリスタルクローしかないんで、あとイオナズンか、そこら辺のところやっていかなかんで、トータルで考えると、どっちやってみてって考えると、まあ手持ちの方が一応デインの方が、ルビス2本あるで揃っとったんでデインで染めました。まあ一応レンジャーならね、回数攻撃やるからガードとかあってもなんか一発入るから、あいつ影縛りの判定はもらえるかなというところで、防具的にもまあこれが一番あれかなって、何にも斬撃とかプラスになるようなのがなかったんで、もうそのままイオ構成のまま頭だけでインがあったんで変えました。他に関してはあくまで火力ソースじゃないですかね、こいつはね。サポートほぼルカニメイン、ルカニとザウラルメインで、まあ淡い配ったとこですね。影縛りも地味にでかいんですけどね、1回入るだけでも、できれば後半にというところで、それで2番目のバトマス、ここが一番火力ソースですね。装備面に関しては全く変えてないですね、ここは。もうこれで火星で回らなきゃ思うんで、まあ、めんどくさいけど、やっぱあれだね、守りの盾して攻めやってって、倍しかけるよりはこっちの方がいいかなって。そしたらね、こちらの魔法戦士がね、フォースブレイク要因じゃないけど、そこへ回せますんで。でこれが一応 MP の枯れっていうことで、これ最初魔法戦士採用する前にバトマスで持たしとったんですけど、これで若干 MP にならんかなーって、斬撃も上がるしっていうことで、これ一応 MP10 ささやかながらにも、バトマス2とか3でやった時は本当にね枯れ枯れだったんですよ。特に後で紹介しますけど、左の方に載っとる通り、心がねバトマス、これアークデーモンのとこにアトラス入れとったけど、その構成が MP がめっちゃカツカツでね、火力と本当間に合わんですよ、あのベホもやられると指導に。それを考えて、まあ魔法戦士採用しましてということで、これはまあささやかながら入れましたね。バトマスの時に入れて魔法戦士に変えてもそのままってとこですね。いろいろいじった段階で、過程の段階でということで、それで最後の賢者、これ変えてないですね、素直にね。回復魔力の高いの、ここに別にこれ入れてもよかったんですけどね、
賢者の MP もはっきり言って火力がない時は枯れました。特にルカに使ってかん時は結構ギリギリだった。最後2桁になる瞬間とかもあってうまーく麻痺とか入らずにいけるといいけど、なんか重なったりして連続攻撃とかしてレンジャーのザウラル多発してってやると枯れる時があったから、まあ、一応こんな感じで回復魔力を高めましたけど、本当あれだね、 MP を少し入れたかったですけどね。ただこれは火力面を出していく、ルカに入れていく、フォースブレイク入れていくっていうところで補えたからっていうところですね。それで戦闘から心、まあ左に書いてる通りなんですけど、地味にでかかったなこれな、まさかこんなとこで役に立つとは。もちろん別に手動でやれないですよ、世界中使えばいいっていう問題もありますけど、まあ、せっかくなんで、ね、行けるとこまで行きたいということで、まあまあささやかな意地プライドということでやってみました。さあこれあれだね、心構成もっと高いところにしてから MP ってあれだって、レンジャーなんか竜王使えばいいから MP 回復っていうところで、それ考えややりやすいはやりやすいですね。別にここに自爆だからって入れてたで、これで十分あれだね、素早さとか MP とか火力も出せるから、まあ、手持ちの世界中でやっていくっていう手もありますけどね、まあ、そっちの方が楽だと思いますけど、さあ完全主導化になることを考えると、まあ、できるだけオートできるところ、開幕とか以外はっていうところでこんな構成にしました。魔王の使いはルカに外せません。でここは体力面だね、あとね火力という意味でここら辺は完全にきついっすね。素直にきついわこれは。素早さとかの問題ももちろんありますけど、体力面やっぱり火力を何ダメージで100、200とか稼いでてもその分の体力とか出せんと、レンジャー落ちたらここ一番終わるんですよ。このパーティー実は賢者じゃないんですよ。さっきみたいにちょうど上手くなったけどレンジャーが蘇生してくれるんですけど、賢者が落ちた時、レンジャーが落ちた時が一番きつい。賢者で回復させたら、蘇生させたら回復が間に合わんから、つけないからですね。そうするとバトマスか魔法戦士手動でやったかなあかんっていうと、あんまなんかスマートじゃないかなっていうところで、もうちょいアンパイに狙っていくわけじゃないけど、それなら別にあれだね、体力少し持っていって火力下がりますけど、斬撃と大撃だから、あ違いっていう意味でメカバン入れても別に悪くないかなってことですね。火力は落ちますけど、まあ別にここで火力ソースってより本当に安全ってとこですね。体力面っていうところで行くならっていうのも考えましたね。真珠に関しては一応これは電位は別に下何にも乗ってないですね。ここら辺はね、乗ってないです。ということで、バトマスに関して、ここはアトラス入れとったところ。ちょっと待ってくださいね。こんな感じで体力100も下がっていくし、身の守りもそう、半分ってやるだけで、まあ50ぐらい下がっていく。素早さは上がりますけど、だからなんだってこと。逆にこいつ素早さ上がる方がめんどくさいんですよね。調整しにくいんですよ。レンジャーザオラルしてほしいから、そういう構成にすると。なんでこっちの方が意外にやりやすかった、実はアクデモンの方が。火力があって、耐久力、HP もあるんだけど、火力はまあアトラスの上ですけど、そこそこ保てて、素早さを落とせるっていう意味では結構ベストでしたね、アクデモン、実は。コスト的にもハマりましたし、それ以外は全く書いてないですね、これね。まあどうしても何、デインで出していこうとすると、で、真珠に関しては会心 3%、それから力20、まあもうありったけ完全火力ソースなんで、こいつに出してもらいましょうということで。悪魔の騎士入れるのもいいとこですね。だから悪デモン入れてやっていうのありますね、素直にね。それで魔法戦士でございますけど、これが意外になんかやりやすかったかなということで。火力がめっちゃ、まあもちろん何、職業固有のところでバトマスより落ちるのは否めんすけど、でも魔法戦士にしたらそこまでまあまあまあ落ちんかった部類かなとこですね。心のちょっと枠がね、ロトの子孫5っていうとこ、これを何二次枠じゃなくてこっちっていうとこ、あ、そうかそうかそうか。素早さがただあれなんですよね、これで。536。ちょっとあれか。これしくっとったか、ちょっと待てよ。ちょっと待ってください、これ。ちょっとタイム。これ、またあんたやったけど、二次枠でいいんじゃないこれ。こっちでいいよね、別に無理にやらんでも。素早さがあんた言ったけど。いつもあんたあれだね、ポカっていうか、ほったれだね。どこだった？おった。これでいいんじゃない？別に適正だから。別にいいんじゃない？こっちとか火力出せるじゃん。もっと楽できたじゃん、あんた。ごめんなさいということで。まあ、たまにいつもそんなことあんたあるわね。これやりやすいですよ、ほんとね。これで700後半ぐらい。さっきの構成が761。私のあれだね、二次枠と適正枠のところを不適正な付け方しとって。火力もこれでちょっと上がっていくはずだから、ちょっとしかだいぶだろうな。ランプが適正枠に入るから。こっちの方があれだろうな。まあ、あんたがそういうポカはあるということで。ただこれ、心構成にしても、火力寄りじゃないけど、しても体力出せるから意外にやりやすいよな、実は。ロトの子孫は私全然輝かんと思ったんですけど、魔法戦士とかで使っていく分には十分あれなんですよ。枠入るんですよ、実はね。
適正枠という意味で、これは気づかんかったあなたが悪いということで、それで真珠に関しましては特に何もここら辺は載ってないということで、それで最後の賢者、これもね素早さ調整をほんとこちょこちょやったんですけど、ボボンガーとシドを2つ使っちゃうとサマルトリアの素早さ調整が難しいんですよ。ほぼ一緒ぐらい、401回間隔ぐらいになっちゃうもんで、早くなりすぎるんですよね。で中途半端に先手したり後手に回ったりして、結局なんか回復してほしいのかしてほしくないのかみたいな状況と、さらに最後まで助っ人いるわけじゃないですが、いやそんだけあれですよ、4突3本とかあるなら別ですけど、そんな火力構成出せるわけじゃないと、そうするともう助っ人完全に計算外って考えたら、もう回復してまうより自分で回復して思いっきり回復構成にして、でローレシアに火力稼いでもらった方がいいかなと。助っ人も3人いろいろ試しました、あれ。ローレシアにしたり、サマルトリにしたり、ムーンブルクにしたり、どれが火力出して回復とか、回復の調整がね、素早さが本当にやりにくかったかも、それが本音ですね。なんでこういう風に変えまして、これはもう完全火力量ですね。これでだいたい700ぐらいのところあるから、体力が。まあ別に悪くないだろう。回復に関しては平均するとこれどんなものだったか、280前後ぐらいだったかな、確か。それぐらいだと思うんです、私の手持ちの武器のこの構成でいくと。まあ、これならまあそんなに落ちんだろうと。最悪落ちてもさっきみたいにザウラルでね、蘇生させてもらえるから。何を言うならあれだね、どっかもうちょい体力高いところに変えたいところですよね。ここで言うとそうだね、回復で言うとドラゴンゾンビはないな、標門ぐらい、標門ぐらい別に使っていってもらえるですね。そこまで何、これで回復魔力が何、平均して10も20もゴボッと落ちるわけじゃないから、こっちの方が私はやりやすいかなとね。ただ一応回復完全にここで少しでもっていうところでデスピサルにしました。スタウリーそこまで体力で低さ700で気にならんかったんで、標門だろうね。素早さ調整する必要ないから別に表像でもって言われますけどね、ドルマとかっていうところで、まあ、ここら辺は好みかな、人によって。私は表紋やりやすいかなーって。バラモスだとちょっと回復面落ちるとこもあるかっていうとこですね、素直にね。まあ、そんな感じでとりあえずこれでなんとかいけましたということで、こんな感じでまあ MP になって、一応あれか、バトマスが3桁保っとるっていうのはまあまああれかなとこですね。絶対一番でかいのは完全ルカニですよ、これ本当にやってみて。ルカニが入ってるのと入ってないのと全然違います。さっきで言うとあれね、巣からかかってたとこもう一回入れましたが、うまく入りましたが、あれもでかかったですね。あそこまで持ってけると最後一見ね、落ちそうになるじゃないけど、体力が少しぐらいのところか、3分の1ぐらいのところか、減ってったところ、色変わってったところ、強攻撃してくるとこまで行ってもなんとかってことですね。ほんとやってみるとあれですね、スカラが入る入らんで全然違いました。それがもう一番肝だった。捨て身かけてくよりバイシじゃない、フォースブレイク入れてくよりルカニが完全やられですね。開幕できれば賢者かレンジャーどっちかで一回入って、賢者の方が守りの盾入れれると理想かなとこですね。まあなかなかそんな運いいことはないんで、開幕で入らんこともあれかな、 50% ぐらいかな、感覚的には。結構やりましたよ昨日、2桁以上は練習しましたよ、いろいろ こちょこちょ変えて。まあ、幸いにも田舎なんでね、ソロでやりやすい環境だったし、同じとこだって何遍でも入り直しはね、2時間はできるから、まあ、そんな感じ。とりあえず昨日リベンジじゃないですけど、 SP 指導こんな感じでとりあえずやってみました。 MP がやっぱあれだね、対戦が長くなる、試合が長くなると、ほんとそこら辺の構成から、それから助っ人のあれか、使い方次第っていうとこですね。これ今のところただ助っ人でけど、助っ人ランクだったら多分きついでしょうね。あとやってみて思ったのが、 SP に関しては私の環境で一応言いますけど、距離が遠い。せっかくなんで今これがね、お昼のね12時半回ったぐらいか、出してみますと、ずらーっと出すとこうやってやってみますか。こんな感じの環境で一見なんか近そうに見えますが、そんなことないですよ。これこのこれがね10キロ15キロぐらいじゃないかな、ここも一緒、10キロ15キロぐらいで、ここら辺がなんか結構固まっとるように見えますが、いや意外に意外に遠い、20、25キロぐらいじゃないかな。ここら辺まで行くと、これが県境の方まで行っちゃうんかな、これもそうで25、30キロぐらいはあるはず。意外に結構遠くて、実はこうやって回れそうに見えても回れんくてっていうところですね。環境的にはこんな感じでございますね。だからまあ行くなら本当あれだね、絞ってこういう塊のとこ、ここら辺だけで終わるとか、それかここら辺だけで終わるとかっていうとこですね。ここら辺はもうほんと遠いで、なんか乗り物とかないと、交通機関がないとこなんで、まあだから都会の方出てくる、こっちの方行った方が多分こういう風に行った方がやりやすいんじゃないかなと思いますね。ここら辺で上の方行けばもうちょいここら辺にも確かあるはずなんですよ。
まあそんな感じでとりあえず SP 指導なんとかね、復習じゃないですけどリベンジじゃないけどこんな感じでできましたということで、はいということで、そんな感じで終わり。